本日4月8日木曜日、になります。あ、今目の前をフードパンダの自転車が大量に走ってきましたね。今ミャンマーの時間で、午前11時前の時間帯になりますね。今日外出てみるとですね、かなり交通量が多いですね。結構渋滞になっているような場所っていうのを見受けられましてですね、そういう意味では、今ですね、ここがですね、これミャワディ銀行のところにちょっと差し掛かりましたね。ちょっと向こうにね、ここ銀行なんですけど、これ軍の銀行ですね。で、向こうの方に銃を持った兵士がいるのが見えますかね。ちょっとここは映さないようにしとこうかな。結構私の前に、銃を持った兵士が、5人ぐらいですかね、いましたね。いつもはですね、あそこはもっといるんですけども、今、通り過ぎましたんで、また移します。もっとですね、20人ぐらいいるんですけど、今日はちょっと警戒が割と緩やかって言っても、まあ、いるっちゃいるんであれなんですけど、ちょっと人数少なかったですね。で、3月の1日にですね、4月の1日ですね、軍系の施設、ルビーマートとガンダマーホールセールが、焼き打ちにあったという直後から、あしてですね、軍関連の施設のところには、かなり、厳重な警備がつくような形になってきているという感じですね。でですね、今ちょっと目の前にこの、このスプレーで、こう壁にいろいろ書き込んでいるやつがあると思うんですけど、こういうのがですね、そこら中に今ちょっとあまり見えなかったですけど、様々なところで、壁にですね、大体軍を批判するようなものとか、あとは CLPH を応援するようなものとか、これはですね、目の前にあるのこれJICA のプロジェクトのやつかな。日本とね、ミャンマーのこう国旗が出て、プロジェクトの、概要が説明されてますけども、この体制建設がやってるプロジェクト、これは止まってますね。もう完全に止まってる状態かなというふうに思います。今ここは防潮ストリートですね、ということで、そこをですね、私は今ちょっと、桜ターンに書類を届けないといけないので、そちらの方に向かっているという最中であります。こうやってね、バスもそうですし、ここバッと見ていただくと分かると思うんですけど、かなり交通量、これはね、もうこの1ヶ月間ぐらいで見ると、相当、久しぶりにこんだけ増えてるの見たなという感じ。あ、これね、今ね、あそこにね、見えましたかね。普通に軍事車両がありましてね、ここもね、そうですね、割といつも、軍が、常駐しているような場所かなというふうに思いますね。これはこの道を、東に向かって走っているところでありますね。さっきのフードパンダのフードデリバリーですね。あれのね、自転車乗ってるあんちゃんたちが10人ぐらいまとめていたの、あれ一体何だったのかちょっとよくわからないです。今ね、携帯の、通信もできないので、そういう意味では、連絡取り合うとか、場所位置確認とかもできないってこともあって、ほぼほぼ止めてる状態じゃないかなと思ってたんですけど、今、いましたね。で、こうやってね、屋台で、なんか飲み物とかね、こう紙タバコとか多分売っているおばちゃんかなと思うんですけどね。こうやってね、普通にタクシーも、今グラブがね、こう使えないっていうのはありますけども、これね、ちょっと今ちょっと前の方見え、映しづらいんですけど、結構かなりの渋滞になってますね。この、今もダウンタウンの方で、これは。シュエダゴンパゴダ通り前ぐらいの、近くのところまで来てますけども、かなり混んでます。はい、とりあえずそんな感じです。